花笠クラゲはヒドロムシツナ水クラゲ目のクラゲの一種。本州中部から九州沿岸のやや深い海に春から初夏にかけて見られる。また日本の反対側のブラジルやアルゼンチンにも分布している。直径中から15センチメートルの傘の内側に大々色の十文字型の生殖線が見られ、外側には触手による黒ずんだ縞模様、傘の表面からは 短い棒状の触手が飾りのように生え、その触手先端付近は黄緑や桃色の蛍光色を呈す種照明のフォルモサはラテン語で美しいという意味であり、その泳ぎの美しさは名前のごとく花笠踊りに例えられる。人に激痛を感じさせるほどの死法毒により小魚を捕らえて丸呑みしてしまうが人での死亡例はない。ただし、 司法毒による被害は大きいので触るべきではない。定性性のため会場からその姿を見ることはできないが、底引き網にかかったものが水族館へ持ち込まれることがある。しかし飼育下では餌の魚を自分で食べないため休時時には水槽から上げて一匹ずつひっくり返し、口へ餌を押し込んで与えなければならない。昼間は岩場でじっとしていることが多く、職種に小石を持って、 体を沈ませる行動をとることもある。紀伊半島では春先に沿岸海面上で採取された事例があり、飼育観察の中では触手で小石などに軟着することが観察され、この動作は水流に流されないためだと思われる。ありがとうございます。